WA-SUTA นะครับคือชื่อวงของไอดอลของญี่ปุ่นนะครับที่ประกอบด้วย5สาวสุดน่ารักซึ่งเดบิวต์ในปี2015ครับแล้วก็มีซิงเกิลอินดี้ซิงเกิลแรกนะครับที่มีชื่อว่าอินุเนโกะเซซุนมัสซาการิครับหลังจากนั้นในปี2016นะครับสาวๆก็มีซิงเกิลเดบิวต์อย่างเป็นทางการที่มีชื่อว่าคันเซ็นนารุไอดอลเห็นผลงานของสาวๆกันไปแล้วนะครับวันนี้เราไปพูดคุยกับผู้ชายกันดีกว่าให้รู้จักทั้งคอนเซ็ปต์ของวงรวมถึงเพลงกันแบบเจาะลึกกันเลย We are the world standard WA-SUTA はい坂本葉月ですタイは本当に初めて来てすごく楽しみにしてますよろしくお願いしますはいリリーこと児玉リリカですタイの皆さんにたくさん WA-SUTA のことを知ってもらえるように頑張りますよろしくお願いしますはい、なっちゅんこと広川七瀬です。今日はタイの皆さんとコミュニケーションをたくさん取れたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、ミシナルカです。タイの皆さんにWA-SUTAのことを好きになってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、ミリペコこと松田ミリです。ソーディーガー私はタイに来てタイの皆さんと会えるのを本当に心待ちにしていたので今日来れて嬉しいですよろしくお願いしますサウンドプロデューサー兼 DJ をさせていただきます鈴木真中ですWA-SUTAっていうのは英語でザ・ワールドスタンダードの略がWA-SUTAになっていて世界標準を目標に可愛いジャパンアイドルカルチャーを世界に発信するために活動しているグループですはい私たちは毎回衣装に猫耳をつけているんですけども、うん、この猫耳は日本の可愛いの象徴でもあるアニメ文化とかもたくさんあるんですけど、うん、その象徴が猫耳だなと思っているので世界に可愛いをたくさん発信するために日本の可愛い文化の猫耳をいつもつけて私たちは活動しています、うん私たちの衣装は今回は、それぞれ違う国のをイメージした衣装になっているんですけど例えば私だったら中国語を勉強しているのでチャイナ服をイメージした服に衣装になっています私は韓国語を勉強しているのでチマチョゴリがモチーフになっています私は英語を勉強しているんですけどネイティブアメリカンをイメージした衣装になっています私も英語担当でイギリス風民族衣装をイメージした衣装になっています、うん、はい私はフランス語担当なのでフランスの民族衣装をイメージしていますすごい夢と猫猫チャラシはいつも可愛いをコンセプトに衣装をたくさん作ってもらっていて例えばパワーパフガールズっていうアニメとアニメの公式ダンスミュージックを歌わせてもらうことになった時はパワーパフガールズのキャラクターをイメージしてみんなビビッドなカラーであとはなんだろうキャラクターの目がモチーフになっている感じだったりとかあと他にも制服の衣装があって日本のなんだろう女子高生日本の女子高生とかちょっとお嬢様なイメージの制服衣装を着たりとかしていますたちの曲に犬猫青春真っ盛りっていう曲があるんですけどこの曲は結構
小さい子でも大人の方でも楽しめるように、一緒にワンワン言ったりニャンニャン言ったり、振りもすごく簡単なので、ファンの方もライブでは一緒に踊ってくれたりしています。猫猫ニャンニャンニャン、犬犬ワンワンワン、猫猫ニャンニャンニャン、猫猫ニャンニャンニャン、犬犬ワンワンワン、せーの。あれバラバラ、ハチリリカ、リリカ七瀬、あれここ2人ここ2人ここ2人ですね。え、なんでだろう。なんか私、七瀬はなんかすごいちょっとした、そんなにびっくりしなくないかなっていうことでもすごいリアクションが大きくてってなるんですよ。それとかでなんか結構いじったりとか、あとファンの方にも結構いじられるメンバーで、よくなのでイメージ的には七瀬が一番いじられてるかなって思いました。タイの皆さん、改めてソーディーカー、ソーディーカー、ワースタです。今回は初めてタイに来ることができて、私たちすごく嬉しいです。タイの皆さんにもっともっとワースタ大好きになってもらえるように、今回はたくさん頑張りたいと思っていますし、またタイに来れるように頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。にゃん。เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับทั้ง5สาวก็ทำตามคอนเซ็ปต์ของวงได้ดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ